もしお若いお人、お若いお人、お気をつけください。宮の貴族たちは若い性器に乾いています。吸いたくて吸いたくて仕方がないのです。ああ、特にこの先、中庭は鬼門です。宮の貴族がわらわらと先に進むなら、外周を回られた方がよろしいです。
毎度だな。さあ。じゃあな、旦那、行くって。可以。试试。よう、旦那、また飽きね。ああ、旦那、足おかしな奴らがいよいよ大量に。ナイフがため、足な一心、そろそろ足なも潮時か。ああ、旦那、おかない。そろ、旦那、おかしなやない。そ、じゃあな、旦那。追いバラを切れなんだ無念、ようやく覚悟は変わらぬか。ああ、そこもとに切られたいのだ。承知。さあやれい。
誠の狼ならば己の牙の使い道そうした顔にわしは死んじゃが、その忍び義手だけはそのわしが腕を失ったお前さんを拾うとは因果よな。わしが惚れるのは鬼ぼと木の中にいつだって見えた。わしはじゃその因茶でもではな、まっ、狼殿もいら、私は仏を彫る音を聞くのが好き。では。お主、鱗を持っておい、もし持て。お主よ、我を長い追い。戦況の香りがするの。それに今までの良き心がけ、良きかな。お主に戦況の主の恋にあさすれば、我はお主に非なれた。お主、戦況のさすれ、待つこと。お主、待っていて。
このお主、もし ご供養。
死者だ。お主、お一方でもつらいことばかりだ。これはあの子たち、死者極おぬす死者
教えじゃ。ゴーク死者。狼殿、よくぞ参られました。狼殿、ほんの眉間のしわ、九郎様の節立ち、どうか。ぶん、おお、そうじゃ。手に入れて。何やらナイフの軍が。だが時折一心様が様子を見に来、心強いことじゃ。
時にお主と九郎の節立ちの戦切りました。そう迷わず。行くか。では
Thank you.
久しくらい。
少しお若いお人。それならば脇道、今は水の中、主の恋の寝床になっている。なぜ再利の扉は大事なお使いがあるのですが、お若いお人、今は水の空へ。
さ。金。そこの本もしもて お主待ってお主もしもて源のもうすぐ我をいぼれるだけのお前たちに新しい
しい。
さい。もっと動く。もっと。